と、それでは今日の、メインというか後半ではその実数の連分数展開について説明したいと思います。とテキストは74ページのセクション 4.13 となっておりますので、必要な方はそちらも合わせてご覧ください。でまず今日扱うのはですね、連分数と呼ばれるものです。と、皆さんともうすでにですね、見たことある人いるかもしれませんが、一応順を追って紹介したいと思います。ここではその R をユークリッド正域としまして、その K を R の小体ですね、この R 分の R というその弦の集合を扱います。我々がよく知っている例ですと、R は整数間 で K は有理数体ということになりますね。で、今回はその R1 分の R0 というその K の弦、この R0、R1 は R の弦ですけれども、この R1 分の R0 という K の弦に対して、その次のスライドで出す計算による分数の列というのを考えます。ここでですね、その R1 分の R0 を Q1 プラス R1 分の R2 と表す。で、ここで R0 は Q1、R1 プラス R2 という関係を満たすようにとるわけですね。で、次にその Q1 プラスに出てきたこの分数をですね、その分子を1にしてしまいます。分子を1にするにはどうすればいいかっていうと、分母にこの R1 分の R2 の逆数を持ってくればいいわけですね。そうすると Q1 プラス R2 分の R1 分の1という形になるんですけれども、あと一応ここでですね、この Q1 と R2 はどうやって決めたかっていうと、その割り算でですね、割り算の小とは余りとして決めたと思ったいうことにしましょう。R0 を R1 で割った時の小を Q1、それから剰余を R2 とします。で、そうすると、この段階で R1 に対して R2 っていうのはこの割り算の剰余ですから、R1 よりも小さい数なわけですね。仮に、そうですね、今考える例として、R1 と R0 をともに正の数として、で置きましょう。で、置きますと、その R1 より R2 の方が小さいわけですので、でこれ の, あの逆次の段階で、次の行でこの逆数を取ると、R2 分の R1 っていうのは、その1より1以上の数が出てくるはずです。で、そうすると今度は、R1 を R2 で割ってですね、その、小を Q2、剰余を R3 と置きます。そうすると、この R2 分の R1 というところが Q2 プラス R2 分の R3 と表すことができます。で、ここでまたやっぱり R2 分の R3 っていうのをですね、分子が1に来るような分数で表すとですね、このように R3 分の R2 分の1という形になりますので、で、さらにこの続きの計算をするんですが、今度は R2 の方が R3 より大きいはずですから、これ R2 を R3 で割って、こういう形にしていくと。ということで、こういう計算をどんどん繰り返していくと、その分母の中にこう分数がどん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 入れ子で入っていくような数が出来上がります。で、これを連分数と呼ぶわけです。で、仮にですね、今スライドの下の方にありますように、この Q の K まで、形態ですよね。形態序断を行って Q の K まで現れて、で、R、で、その後の、値が RK 分の RK プラス1枚になりましたと。で、ここまで、作った連分数をですね、毎回毎回この何分の1、何分の1ってこう分子、分母を増やしていくのはかなり場所を取って大変ですので、このような形で書きます。Q1 から Q1、Q2 から QK を並べて、で、最後に出てきた有理数、分数ですね、RK 分の RK プラス1を並べて、このブラケット、括弧で囲った形。で、これでこの連分数を表すというわけです。で、今のような形の連分数、
このですね、与えられた R1 分の R0 をその今のような形で連分数に、で表すことをその R0 分の R1 の連分数展開と言います。でその中で特にある条件を満たすものについては正則な連分数展開というふうに呼びます。でこの場合のその正則の条件なんですけれども以下の条件があります。まず、分子がですね R の K プラス1を除いて、全て1であることで、2つ目に Q1 が整数であること、それから、Q2 から QK が正の整数であることと、まあ、以下の条件を満たす、以上の条件を満たすときに、まあ、この R0 分の R1 の連分数展開を正則の連分数展開と言います。で、まあ、その連分数展開に関する、まあ、こう初歩的な性質を見ていきますと、まずその R の K プラス1が0に等しくなったときですね、すなわち、この割り算を繰り返していったら、この段階ですね、この K 回目の割り算で、この R の K プラス1が0になって、RK マイナス1が RK で割り切れましたというときには、この連分数展開の表記はこの Q1 から QK を並べた形になります。それからと、まあ、一般に Q1 もし整数1個の連分数展開はこの Q1 自身を表しまして、それから Q1 から QK の連分数展開というのは Q1 プラス Q2 から QK の連分数展開分の1というに等しいということも言えます。今見てきてもらったようにですね、その連分数展開はですね、この R の i マイナス1を R の y で割って、その Q の i、小の Q の i と常用の Ri プラス1を求める、まあ、ユークリッドの互助法で、求められるということが知られていますので、今日はまずその、与えられた有理数からその連分数展開を得るという手順についてちょっと紹介しておくというわけです。一応ここではですね、その例題としまして、テキストの例の 4.89 っていうところにあります35分の126の連分数展開を紹介しておきます。で、まあ、基本的にはそのユークリッドの互助法でですね、割り算をどん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 つなげて続けていくと、この連分、この与えられた35分の126の連分数展開に必要な数値が得られるということが言っています。でちょっと順番に見ていきましょう。でまず35分の126ですから、この分子の126を分母の35で割ります。でそうしますと小が3で、乗与が21になりますので、そうすると35分の126は、3プラス35分の21という形で表せますけれども、で次のステップではこの35分の21をですね、その1が分子に来るような形でこう表現するんですね。そうすると21分の35分の1ということになりまして、で次のステップではこの21分35を先ほどのような形でまた整数プラス有理数という形で表すわけです。でこの35割る21を計算すると、これが小が1で余りが14ですから、21分の35は1プラス21分の14と。でこれもやはり、分数の部分を1が分母に来るようにして21分の14の逆数を分母に持ってきます。で同じようにしてですね、14分の21を、割り算で表しますと1プラス14分の7になって、でこの14分の7も逆数を分母に持ってきて表すと。で最後この7分の14なんですが、14を7で割ると小が2で余りが0になりますから、まずここでまずその連分数展開が止まるということが分かります。で以上の結果を求めますと、その求める連分数展開というのが、一応こういう計算をたどってきたということがまず分かるわけですね。で、その計算をたどってきた状況っていうのは、ユークリッドの互助法そのもので、その一つ前の、
乗与を、あ、だから R の i マイナス1を R の i で割って、その乗与を R の i プラス1にするっていう計算を繰り返していったということになりまして、で最終的にはこういう、このような形の連分数で表せれたので、これのことを、まあ、連分数の表記では3112という形で表します。以上が有理数の連分数展開ですね、にこのユークリッドの誤助法が出てくるという紹介でした。ここまで質問などありますでしょうか。はい、じゃあそれでは次に進みましょう。